さあ、皆さん、スポーツ科学部行ってみたいと思います。本日の英文法の全体像はこちら。4択と正誤問題10問。ただ皆さん、これをちょっと全部やってるとですね、視聴時間が長くなったりですね、皆さんご覧いただけないので、最初の7問行ってみたいと思います。もちろん皆さんには問題を解いていただいて、で、解説を聞いていただくんですが、その中で出てくる大事な情報ですね。それを皆さん一番最後にまとめますので、皆さんは問題を解くこと、そして解説を聞くこと、そこに専念していただけるとよろしいかと思います。ということで、頑張っていきましょう。さあ皆さん、設問の指示の一読をお願いします。で、皆さん、問いの一番、お願いします。さあ皆さん、これ選択肢、どれを選んでいただいても、関係代名詞と関係副詞が並んでますよね。で、皆さん、その際に優先したいのは、空所の右側の文型の確認でございます。そして皆さん、空所の直後に皆さん、メイドという動詞がございますので、主語が欠けてますよね。で、そういう文章のことを不完全と呼びました。で、その不完全な状況で使えるのは関係代名詞ですので、まずは選択肢の C の where ですね。これは関係副詞でございますので、後ろは完全。つまり主語とか動詞、目的語、保護。そのあたりが完結している文章になりますからね。ですが、今回は主語がないので、まずは C を×にしますね。皆さん、ちょっと話変わりますので、色分けさせてくださいね。さあ皆さん、今度は空所の左側でございます。コンマがある状況で選択肢の A のざっとですね。そうですね。関係代名詞ざっとの左側にコンマはくっつけることできないですからね。ですから A も×ということでよろしいかと思います。で、皆さん、その後皆さん、空所の左側でございますが、先行詞はありますでしょうか？もちろんヒントは空所の右側ですよね。彼が不安になっている様子が伺えますが、じゃあその原因は何なのか。おそらくそれは、皆さん、クリスさんが弟さんから何も連絡がない様子が伺えますよね。ですから先行詞と言われたら、この皆さん一文全部の様子ですね。で、それがあるから皆さん不安になったものと思われます。ですから先行詞が存在しているということは、選択肢の B の What が×ですよね。もちろん What は先行詞がない時に使うものですからね。ですから先行詞があって、なおかつその手前の文章全体。これを指す時には Fitch ということでよろしいかと思います。で、皆さん問いの2番お願いします。皆さん、これは形からするともう一発で B が正解ですよね。皆さん、文頭 It is possible。もちろん possible の主語は It。で、その it がどこを指してますかと言われたら、後ろに to 不定詞がございますので、このあたりを指す仮主語、もしくは形式主語の it と言われましたね。そして、なおかつ皆さん、to read の左側の for me、ここにも名前がついてましたね。to 不定詞の直前にある for プラス名詞、それを意味上の主語と呼びましたね。ですから選択肢の B はどこも突っ込むところないですからね。ですから言い方を変えると、他の選択肢は突っ込みどころ満載でございます。で、例えば選択肢の A であれば、皆さん、possible の主語が人になってますよね。そう、possible 可能性の話でございますので、主語に人間を置くことはできませんからね。そして選択肢の C は、皆さんこの文末でございます。for me to read。これを説明する手段がないですね。そして選択肢の D の for me ですね。まあ、意味上の仕事を考えるんであれば、皆さん、to 不定詞の直前に置かなければいけないですね。ですから、そうなっていないわけですから、やっぱり正解は B ということでよろしいかと思います。では、皆さん、続いて問いの3番、お願いします。皆さん、これは空所の右側のノイズイズと直接つながるものが見つかりますよね。もちろん選択肢の D、make noises。物音を立てるとか、騒音を出す話ですよね。ですから、ノイズイズにつながるものとして、選択肢の D。これで正解です。さあ、続いて問いの4番、お願いします。これ皆さん、選択肢眺めていただけますと、be able to 不定詞が中心になってますよね。ですから、例えば選択肢の B であれば、皆さん、as が余計ですよね。そして、例えば D であれば、皆さん、この yourself、これが不明になりますよね。
で、皆さん選択肢の A であれば、being の後ろに皆さん、avoid 動詞の原型は置けませんよね。ですから、be able to の後ろは動詞の原型ということで、選択肢の C が正解ですね。でもちろん空詞の左側の is, be 動詞と選択肢の C の出だしの to 不定詞ですね。これは皆さん、be 動詞プラス to 不定詞。いわゆる be to 不定詞ですね。ですから、形的に全然問題ないですからね。ですから正解は C ということでよろしいかと思います。では皆さん問いの5番お願いします。皆さんまず形的にありえないのが選択肢の C ですね。 having の後ろは過去分詞にしないとまずいですね。そして選択肢の B の overturn、 これ皆さん多動してうにゃうにゃを転覆させるですからね。ですから後ろに目的語が必要なんですが、もう見ての通りでございます。前置プラス名詞でございますので目的語がないですね。で、頭にさ選択肢の A か D かということですが、 turnover ひっくり返るんですね。で、頭にさ自動詞ですか他動詞ですかと言われたらひっくり返る、何々をひっくり返る言わなさそうですね。何々がひっくり返るだったら言えそうですね。ということは、おがつかない。つまり、他動詞ではない。よって皆さん、turnover、自動詞。で、皆さん、自動詞は選択肢の A のように受動態にできましたか？できないですよね。受動態にできるのは他動詞のみでございます。ですから、今回は自動詞ですので、能動態で表現していただいてよろしいかと思います。ですから、正解は D ということでよろしいかと思います。それでは続いて設問の指示の一読をお願いします。では皆さん問いの1番お願いします。それでは、これ文頭に前置詞 to がいますよね。当然その前置詞の後ろは名詞を置いていただいていいんですが、主格、所有格、目的格、どれでしたか？例えば私と一緒にという時に with I というのか、 with my というのか、With me というのか。そうです。前置詞の後ろは目的格ですよね。そうすると皆さん、下線部 B が怪しいですね。そうです。ビラナイの I のところが me でなければまずいですよね。ですから皆さん、I のところを me に直す。よって正解は下線部 B ということでよろしいかと思います。では皆さん、問いの2番お願いします。これ、下線部 D が怪しいですね。で、皆さん、先ほど関係詞の問題でもありましたが、皆さん、これ、先頭 How がいますね。How の後は完全、不完全、どっちですか？もちろん、完全ですよね。じゃあ、そうなってるかって見てみると、The blood pressure is、SV までは成立してるんですが、後ろに保護が足りないですね。ですから、どうやら下線部 D が正解のようですね。じゃあどう直しますかということですが、後ろが不完全な状況になっているので、関係代名詞を使うべきですね。で、皆さん、下線部 D の左側に先行詞ありますかと言われたら、and がいるだけですね。つまり先行詞がないと。ですから、先行詞がない時に使える関係代名詞と言われたら、what ですよね。そうです。先ほどの4択問題の選択肢の中にもありました。ですから、how を what に直す。これでバッチリでーす。さあ皆さんお疲れ様でございました。先ほど出てきた情報の中で、次につながる情報ですね。まとめていきたいと思います。まずは1番、関係代名詞の後ろ。不完全な文。そして関係副詞の後ろは、完全な文章でしたね。タイムさん、それの理屈をご存じない方ですね。いらっしゃるかと思います。で、その方のために解説動画はすでに存在しておりますので、そののリンク先は概要欄に貼っ付けておきますからね。もしこの後お時間よろしければご視聴いただいてもよろしいかと思います。そして皆さん、カッコ2番、ファット。もちろん先行詞はいらなかったですね。そしてカッコ3番、コンマプラスザット。それは英文法上 NG でございます。で、皆さん、トゥー不定詞の直前の不名詞。そこを意味上の主語と呼んでましたね。で、もちろんカッコ1番と同じようにですね、このあたりの解説動画はすでに存在しておりますので、不安なところがございましたら、この後ご視聴いただいてもよろしいかと思います。そしてカッコ5番、人を主語に置けない形容詞と言われたら、先ほどはパッセブルが出ておりました。そしてあと3つぐらいは皆さん瞬時に言えるようにしておいた方がよろしいかと思います。そして6番 overturn、 うんたらかんたらを転覆させるという意味でしたね。
そして7番目、自動詞は受動体。もしくは過去分詞にすることはできませんでした。ただし、このあたりの理屈もご存じない方ですね。解説動画がございますので、そのリンク先。それは概要欄に貼っ付けておきますので、この後ご覧いただいてもよろしいかと思います。さあ皆さん、ホワイトボードをご覧いただいてですね。もし知らないところがございましたら、この後の音を取っていただいて。で、の音を取った後はこれですよね。赤シートで隠して、スラスラ言える。そこを頑張っていただけるとよろしいかと思います。ということで、参考になさってください。